軽い日差しを受けながらさあ西日寄せに今ゆっくりとゲートの中全場収まりました体勢完了スタートしましたクイーンズメリッサーミステリー要素後方ですさあ先行争い、ま、ずは間から 押して押して出てくる12番のピンシャンリードを1馬身とりましたそして2番手には10番のデシェルトがつけて3番手13番サンライズジーク外目に16番レッドゲイル間から9番のフルムが上がってうちは5番のテイエム・アトム3頭の直後に11番ヘラルド・バローズ2馬身差中段外に出して2番のジャスパー・ゴールド内に入って14番名称打順1番のレッド・ベイロンと8番サクセス・ローレルが外2馬身6番アルファ・マムの追走3馬身差後方7番パラルビジョンと15番のコパノ・マーキュリー3 番ミステリー要素最後方が4番クイーンズメリッサ34コーナー中間を通過さあ先頭に立ったのは12番のピンシャンリードは1番シンハン2番手には10番のデシエルト600を通過うちに5番のテイエム・アトム外から追っつけながら13番サンライズ・ジーク直線へバグンの中には9番フルム外に16番のレッド・ゲイルと横に広がってさらにバグンの外11番ヘラルド・バローズが追ってくる残り400を通過 さあ先頭12番ピンシャンで待っているデシエルトが差を詰めてさらに9番フルム11番のヘラルド・バローズが追って4頭が横に広がったそして大外1番のレッド・ベイロンが追ってくるさあ先頭は10番のデシエルトが立った外から11番ヘラルド・バローズが並んでくるそして外から1番のレッド・ベイロンとさらには6番のアルファ・マムを突っ込んでくるが先頭は11番ヘラルド・バローズが横に広がったゴールイン3頭が最後広がりました1番のレッド・ベイロン6番のアルファ・マム 横に広がりました11番のヘラルド・バローズに最後6番のアルファ・マム1番レッド・ベイロンの強襲3頭が広がってのゴールでしたその後に10番のデシエルと9番・フルム4番手5番手の争いさあどうか大外1番のレッド・ベイロン中6番のアルファ・マムそして11番のヘラルド・バローズ この3頭の争いでした外の2頭がよく伸びていますが中6番のアルファマムか内11番ヘラルド・バローズ外が1番レッド・ベイロン場内ストップモーションわずかに6番のアルファマムか11番ヘラルド・バローズ番